いうことなんだけど、まあ別にここに折りたたんでも、もう、ここ、帰りはもう一緒の道なんでね、ここら辺までずっと一緒の道で、で、こっからどうだったっけな、このアルルのところまで戻ってきて、はい、これどっち曲がったっけな。あれ、こっち行ったっけ？いや、まっすぐ行ったよな。ああ、じゃあまっすぐ何を？まっすぐ行ったっけ？あれ、こっち曲がってったっけ？曲がったっけ、ここ。正直、全部キャベツ畑なんで、いまいちよく終わってねえんだよな。こっちかな？いや、違うっぽいな。違うっぽいかな？こっちかな？シューンと戻ってさ、あんと。いや、便利ですね。この Google マップ。意外とこういう、散策、知らない景色を見たりするの好きなんで、Google マップ実は大好きなんですよね。あ、こんなところに、あー、公衆電話が現役？現役？お、いるぞ、こいつ。これなかなか現役じゃね？あ、いや、でももう、撤去されてるか、撤去されてるかな。いや、いや、違う。これあれだ。グレータイプの公衆電話だ。あったあったあった、こんなの。今もあるんですね、公衆電話。はい。あ、で、なんか、荷降ろしとかやってる車もあるけど。あ、合ってた。こっちで合ってるね。バス停あるね。バス停が、なんてバス停だ？あー、中里かな？そんなあたりだったと思う。じゃあ、この道やってます。これもずーっとまっすぐね。ズトーンと行きます、と。チェリオがある。このところとかも、部屋ルームとかね、あったりね。で、ストーンと抜けていくと、この辺りちょっと住宅がわーだって。多分、さっきの農家さんとか、その辺りの、集落になってるのかな。で、おお。ずっと、この辺りで2トン車がね、本当に役に立ちますからね。農作業はね、農作業は本当に2トン車のトラック役に立ちますからね。まあ、うちもね、チャッツミーのやつとかの時にね、軽トラと、トラックがあったんですけど、最初はね、軽トラの方のが、まだ、小回り利くし、やりやすいかなと思ったんですけどね、もうね、2週間も経たんうちにですね、2トン車のがいい、結論つきましたね。ディーゼルがいい。本当にね、圧倒的に、ぬかるんだ道の時の軽トラの絶望感。誰か押して、押しがけてってなる。くるくるくるって ぬかるんで空転するっていうね。逆に、だから荷物乗せた方のがいいんですよ。荷積みして、ガン積みしとれば、自重が加わるんで、その代わり馬力がないんで演出しやすいんですけど。その点ね、もともとその2トン車の方のが自重もあるじゃないですか。で、さらに、ディーゼルの、トルクが効くんで、グイーンって出れるんですよね。ましてや荷物もその分多く乗せれるんで、ぬかるんだ道の時は、ディーゼル。だから、農作業で行くそういう、畑の中とかそういうところではもう断然ディーゼルと、いうことですね。ちなみに、どっちも、まあ、もう10万キロ走ってる感じの車ではあったんですけど、慣れれば絶対ディーゼルの方が楽っすね。もちろん全部ミッション車っすよ。ミッションなんでね。逆に言うとね、その短期でバイトにいて、わーっと集まった人の中で、ミッション車運転できる人って案外いないですね。やっぱ、地方とはいえ。オートマ限定の人とか、免許はそのミッションで取ってるんですけど、もう運転したことなんか全然やったことないですよって人が多くて。で、うちもあの時に多分4年か5年ぶりぐらいにミッション車運転したんですけど、昔乗っとった車が、実はマイカーがミッション車だった時期があるんで、ダイハツのマックスの前ですね。その時代を知ってる人はほぼほぼね、キッシーさんは知ってるわ。キッシーさんとは、そのミッション車でも何回も出かけて、結構大垣の方まで、行くぞ、休みがあったらお前ちょっと行くぞ、とかって言って、ドカーンって捕まえて、正確に言うと、明日休みだよねって職場まで迎えに行ってね、じゃあ今から出かけよう、本当にゃーって連れ込んで、そのまま出かけるとかやってましたね。若かったな、あの頃は。
なんで休みの情報が漏れてるのかっていうと、まあそれはね、仕入れルートがあったんでね、っていうことなんですけどね、とかっていうような感じとかやったりとかしてたなっていう、懐かしのところから、ここから国道の方に戻りますよという感じですね。で、ここから国道に入って、ちょっとすみません、画像が乱れますけど、で、ここからこっち側ね、まあ、折れていくとずっとまた259個に戻って、進んでいきますよって感じですね。まあ、この辺の農具屋さんとかそういうのもあったりとかいう感じで、あれですね。うん。ザ、地方の、ところを行くって感じですね。で、あ、そうです。拡大してると十字キーで、あれか、進めないのか。いや、でも、もっとぐいぐい進んでた方がいいね。こっからまあまあ距離がありますからね。ずーっと行って。この辺りとかも結構綺麗な建物とかもありますよ。とか。合ってるよね。お、出てきた。バス停が出てきたから合ってるね。これが、おいと口と。あった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 。なんだこの、あれはと思ったんですけどね。っていうのもあったりするし。よいしょ。っていうのがあったりとか。で、ずっと行って。で、たたたたたーと言ったら、もうこの辺りとかも終始、多分全部キャベツだと思う。有名ですもんね、タハランキャベツって言ったら。うん。温暖な気候を生かしてね、結構、寒い時期とかにも、これもね、今、11月の写真なんですよ。ノーベンバーってなってますもんね。11月の写真で、こんだけ青々としてるんで、普通キャベツって春キャベツって言ってね、もっと、なんて言ったらいいの、あったかくなってくる時期くらいにバーっと取れるもので、こっちの方はね、ちょっと時期が取れるんですよね。それで、年中ね、安定した供給を全国にできますよっていう感じですね。うん、他の地域とちょっと取れるっていうことね。長野とかあっちの方とかと。うん。で、この辺りとかもずっと、まあ、ハウスのやつもあったりとかして。でも、イチゴも育ててるかもしれない、このあたり。うん、もしかしたらね、イチゴのハウスもあるかもしれない。うん。このあたり、イチゴも有名ですからね。うん。で、ズトンズトンと行って、おにぎりがあった。ここも道なの？あ、通れる？あー、ない。さすがに、ちょっとマイナーすぎる道だったか。え、ここだよね。あ、300メートル先だ、先のところだ。で、ずっと立って、ストーンと行きますよ、と。50キロ制限。結構、いいですね。そう、見晴らしがいいですかね。こういうところはね、まずあれなんですけど、意外とね、こういうところ、コジションコースだけはね、気をつけないとね、本当に、こういうところとかで走ってくる車も、コジションコースってね、いわゆる、平地の見通しのいいと、こういったところで、奥からこう走ってくる馬が同じ速度で走ってくると止まってるように見えるんですよ。あ、農作業してるトラックかなと思ってな、止まってるなと思ってね、スーッと行ったら、それこそこれぐらいの距離でここにおって、うんってなったことがあります。私も2回コリジョンコース、自分で体感したことありますね。うん。運転、あれはね、両方ともあれの時だ。郵便局員の時にね、うん。あれはね、結構本当に止まって見えるんで、あ、マジで止まって見えるってね、驚いたことあります。へーって。で、このあたりとかが、レギュラー160円。あ、2022年11月。あ、そっか、最近なんだ。うん。ローリーで高いわけだ。フルサービスのお店かな？うんですね。なるほどね。いいですね。こういうところ。これはね、どうしてね、地方のところだと、こう、あ、鈴代だ。へー。厚み亀山なんだ。へぇ。意外とセルフが少ないっていうのはね、一つね、地方に行くと、まあどうしてもやっぱ田舎だからその、セルフが少ないっていうのもあるかもしれませんけど、逆に言うと大きいやつも建てるやんって話なんですけど、農具作業をやってるところだと、農機具に使うガソリン、とかね、灯油とか、そういったのがある。まあ、混合油、農機具には混合油使うことが多いんです。そうするとね、もうとにかくこのね、セルフじゃない、ガソリンスタンド屋さんがね、非常に大活躍するわけです。何かというと、このガソリンスタンド本体に行くというよりも、ここのね、代々やってる、オーナーさんがね、まあ当然おつよんとか持ってるわけでございますよ。で、
もちろんでいいのかな。要は出張販売に来てくれるらしいです。タンクローリーにその混合油とか詰めて、キューとやってきて、農機具用のやつをジャ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 ーってね、タンクにね、入れてってくれてとかっていうのをやってくれるんで、そういうサービスの需要があるんで、こういうところは小さいっていうところが生き残れてるのかなっていうのはあります。実際あれはお世話になります。で、農作業やってるんだっていう感じですね。なるほど。キャラバンが入ってきた。このあたりとかも結構、これ何？プラ！へぇ、金屋産業さん。へぇ、プラスチックの会社なのかな？あれかな？パッケージとかそういうやつかな？野菜とかを詰める。それ用のところかもしれません。こういうところにあるってことは多分そういうことだろうな。うん。あ、その後あったんだ。それあとですね、はい、太陽石ですね。なるほどなるほど。いや、いろいろありますね。で、次は、それあと厚みサービス席。ここもあれですもんね。わ、懐かしい。わ、すげえ懐かしい。このタイプのね、ガソリンスタンドありましたよね、昔はよく。なんかキグナスとか、であったな、こんなの。うん、モービルとかね、あったなぁ。大京石油、さすがに大京石油はうちもう、実は世代じゃないですけどね。大京町の配達行ってましたから、大京石油って当然知ってますって言いますけどね。で、このとこに、お、なんか美味しそうな。霧下そば、信州そばの店あるんだ。お、あるぞ。寝してるだ、夜中に。うわぁ。通常営業やってますよ。丼。蕎麦屋さんの丼ってうまいですよね。口なんかキッとかあるよ。うわぁ。あら、美味しそう。いいですね。あ、そう、日替わりなんで、そんな味ですね。高くないやん。こんな色ついて。そうそう、やっぱ中古だとね、物価からちょっとね、今ね、物価高にはなってはいるとはいえ、結構。すごい。こんだけ色々ついてこの価格だったらいいですよね。へぇー。クッキー、はい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 。トイレ、トイレ、シーン。